おはようございます。魔女メゾン今週のラッキーフォーチュン占いをお届けいたします。この番組は占い館魔女メゾンの占い師が月替わりでパーソナリティを担当します。今週の運勢はどうでしょうか。心がウキウキワクワク、今週も頑張るぞとなるような明るく元気が出る占いをお届けいたします。ぜひ毎週月曜日の朝8時からの放送をお楽しみくださいね。ラジオ放送と同時に FM ルピナスの YouTube チャンネルでも両方から配信されています。出勤途中の電車の中でも聞き逃してもバッチリ楽しめますので、ぜひお聞きください。2月のマンスリーパーソナリティを担当しますのはかすみです。今週はホワイトキャッツタロットを使って皆様の運勢を出してみました。ホワイトキャッツタロットは78枚のタロットカード、ほぼすべてに白い猫が描かれているのが特徴で、時には優しく、時には鋭いアドバイスをしてくれる猫たちが温かく見守ってくれる占いです。それではお待たせいたしました。今週の運勢です。1月生まれさん、月の逆位置が出ました。今まで停滞していたことが一気に進んでいきそうです。悩み事や心配事もすっきり解消して晴れやかな気持ちになれるでしょう。今まで原因がわからなかったもやもやとした気持ちも、今週は明るい気持ちに切り替えて前向きにスタートすることができるかも。行ったことのない場所に遊びに行き、リフレッシュしたりするとさらに運気アップの予感がします。2月生まれさん、助教皇が出ました。静かに落ち着いて何かにじっくりと取り組んでみる過ごし方をするのがおすすめです。今まで自分が知らなかったことに絞って勉強してみると、自分が現在取り組んでいることに大きくつながる発見があるかもしれません。物事を知ろうとする姿勢や学びの姿勢を取ることで大きな運が引き寄せられてきます。今週は知的な活動を意識して過ごしてみるのが吉です。3月生まれさん、星が出ました。困難に行き当たってもひらめきの力で乗り越えていけるでしょう。冴えているひらめきの力で誰かの助けになってあげるなんてこともありそうです。問題の解決を進めるにはこれまでとは違った視点を持つことも重要なので、日々アンテナを張って新しい情報をキャッチすることを意識してみてください。思い切ったあなたの意見で周りに感謝される場面がきっとあります。4月生まれさん、ワンドの8、逆位置が出ました。力ずくで何かを動かすよりも今はゆっくりと考える時期かもしれません。なかなか自分の思い通りにいかないこともあり、気持ちが焦ってしまうこともあるかもしれませんが、時が来ればしっかり動き出すので安心して待ちましょう。自分が本当にやりたいことは何だろうとじっくり考える時間を取るのもいいでしょう。方向性を慎重に再確認し動き出すあなたは、以前よりも格段に実力を発揮できるはずです。5月生まれさん、カップの5が出ました。過去の失敗や後悔を引きずってしまい、なんとなくブルーになってしまうことがありそうですが、気にしすぎるのは禁物です。周囲は実はそこまで気にしていなかったりするので、いつまでも悩むよりも次はどうしていけばいいかを考えていくと、より周りからの信頼も得られるでしょう。失ったものに後悔するよりも、失敗から得られた大きな財産は、何かを考えていくと向上心が生まれて気持ちがうまく切り替えていけそうです。6月生まれさん、ソードのページが出ました。慎重さも大切ですが、動くべき時をしっかり見極めていきましょう。周りや自分の話し相手に気を使いすぎて、自分がどう動いていいか迷走してしまうこともありそうです。自分一人であれこれ考えすぎて深みにはまりがちなので、いつもよりも相手に問いかけてみたり、具体的な意見を聞き出してみるのが良さそう。
コミュニケーションを取ることで自分と相手の理解が共に深まるので、面倒くさがらずに今週は少し積極的に意識してみるといいかもしれません。7月生まれさん、塔のカードが出ました。予想外のトラブルや何か衝撃的な出来事が到来する予感です。普段やらないことをしたり、大きな決断はなるべく控えた方が良いでしょう。日頃の怠慢がこの時期に一気に押し寄せてくる場合もあるので、自分が節制できているかをきちんと見つめ直して、改善できるところは改善をしましょう。予想外の用事が入る可能性もあるので、今週の予定は緩く詰めておくのがおすすめです。8月生まれさん、ソードの10が出ました。日頃疲れを感じている人は今週働きすぎは禁物になります。日頃の疲れを我慢して働き続けることで、心身ともに大きなダメージを受ける可能性もありそうです。そうなると回復までに時間がかかるので、そうなる前に休みを取るなどで自分をいたわり、メンテナンスしてみてください。踏ん張る時だからこそ何もしない休日も大切ですよ。9月生まれさん、ワンドのキングが出ました。熱中しているものに心の赴くまま情熱的に取り組んでみましょう。新しいアイデアやひらめきを実行する行動力も高まっているので、勢いに乗って楽しめそうです。ただし熱中しすぎると周りの声が聞こえにくくなるので、たまには周りも気にしてみてください。やりたいことをやり遂げた後には素晴らしい成果が期待できるはずですよ。10月生まれさん、ペンタクル10の逆位置が出ました。終わらせた仕事は仕上げる前になるべく入念にチェックすると良いでしょう。完成したと思っていても、思わぬケアレスミスが後で発覚したなんてことがありそうです。自分以外の誰かに一度仕上がりを見てもらうなども有効です。気をつけていてもミスは誰にでも起きることですが、軽くでも一度確認しておくと大事にならずに済みそうですよ。11月生まれさん、悪魔のカードが出ました。今まで自分に甘かった部分が仇となって現実的な影響を及ぼしそうです。今週は少し気を引き締めて自分を厳しく見つめ直してみましょう。これぐらいでいいやという基準を見直す期間なので、現実から目を背けずに向き合うことが大切です。普段は気にしていない場所や、なんとなく手を抜いている場所を丁寧に掃除してみるなども、運気を呼び込む秘訣になります。12月生まれさん、審判の逆位置が出ました。現在何か頑張っていることがあるという人は、それを長く続けることに意味があるという意識を持つと良いです。最近何か始めたことがある人も同じで、長い時間をかけて培ったものがやがて自分の大きな財産になります。短い期間で結果が出るものではなさそうなので、長い目で見て計画を練っていきましょう。結果になかなか結びつかないからといって焦るのは禁物です。今は小さな芽を大切に育てていく期間と思いながら、ゆっくりと取り組みをしていくことが大切ですよ。お次は魔女さん占ってのコーナーです。このコーナーではリスナーさんからのお悩みに猫タロットでお答えいたします。ラジオネームセイナさんからです。新しい恋を探そうとしても、なかなか自分に自信が持てず、いい人がいても自分から行くことができません。もうそう若くもなく、周りに若い女子がいるとそれだけで尻込みしてしまいます。なんとか自分に自信を持てたらと思うのですが、どうしたら自信が持てるでしょうか、教えてください。はい、それでは占ってみましょう。セイナさんは普段まず動く前に慎重に考えて行動するような方に思えます。用心深さは自分の身を助けてくれますが、それはケースバイケースで、今は慎重すぎる部分が強く出すぎて、新しい恋を探す障害になっているようです。
自分の人生やこれからの生き方を考えすぎるあまり、動き出すことにとても臆病になっていますね。もしかすると過去の恋愛で辛い思いをされた経験があるのかもしれませんね。でもこれからは一旦先のことを考えることを思い切ってやめてみましょう。先のことはあえて考えずに、その場面と時間を楽しく過ごすことを目標にしてみてください。目の前にあることを純粋に楽しみ、コミュニケーションを取ることが大事です。もし素敵な人がいたら、恋人になること、友達になることを考えると思いますが、まずはそういった考えを一旦どこかに置いて、とりあえず挨拶ができたら100点と考えましょう。考えるよりも何でもいいからアクションをすること。最初はたとえ挨拶だけしかできなかったとしても OK です。繰り返していくうちに、だんだんと自分の内面の輝きを取り戻していけそうです。必要なのはほんの少しの勇気なので、頑張ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。占いは運気の水先案内人です。運勢が良かった人もそうでなかった人も、ぜひ参考にしてくださると嬉しいです。この番組でお届けするメッセージは、あなたが生き生きと幸せに過ごすためのもの。来週もこのお時間は、かすみが心を込めて皆様にお届けいたします。ぜひお楽しみに。こんな風に占っていきますので、猫タロットに興味を持ってくださった方は参考になさってくださいね。かすみは占い館魔女メゾンで対面鑑定をしています。出演日は毎月変動しているので、ぜひホームページをチェックしてみてくださいね。場所は東武東上線の川越駅から徒歩7分、西武新宿線の本川越駅から徒歩4分の場所にあります。詳しい場所はホームページに案内がありますので、参考になさってください。もし川越サロンの出演日にご都合がつかない方は、ひばりが丘店、浦安店にも出演しています。いずれも出演日はイレギュラーなので、ホームページでご確認くださると嬉しいです。私が得意とするのはタロットカードです。タロットカードは78枚のカードそれぞれ1枚ずつに違ったストーリーが描かれています。現在は様々な種類のタロットカードが世の中に出ており、私が使っているのはホワイトキャッツタロットと呼ばれる白い猫が描かれたタロットカードです。様々な悩みの種類や内容によってカードを展開する形を最適なものに変えながら占っていきます。複雑なお悩みでも、カードがあなたにとってより良い未来を必ず教えてくれますよ。本当に今のままでいいのか、ずっと悩んでいる。この辛い状況はどうやったら抜け出せるのかわからない。私が幸せになるためにはどうしたらいいんだろう。そんな時、カードとの対話を通じて、あなたの道しるべとなるお手伝いをいたします。ぜひ一度お立ち寄りくださると嬉しいです。そしてこの番組のツイッターアカウントがあります。魔女メゾン今週のラッキーフォーチュン占い。アカウントは、川越メゾン FM @kawagoemaison fm。 ぜひフォローよろしくお願いします。また川越サロンは3月12日までパイロットオープン期間です。その間は対面鑑定のメニューが1000円オフになります。口コミ割引も併用できるので、ぜひ新しい川越サロンにお越しください。それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフォーチュン占いをお届けしましたのは、マンスリーパーソナリティのかすみでした。それでは皆さん、
来週のこの時間をお楽しみに。素敵な1週間をお過ごしください。いってらっしゃい。